死後ガニ、学名エレオプラックスプセラは、エビメ、スナガニカに分類されるカニの一種。日本列島の温暖なサデーヒガタに生息する小型のカニである。幸福は10ミリメートルほど。甲は丸みを帯びた横長の六角形だが、額域が狭く五角形にも見える。甲の背面には、単毛がまばらに生える。ハサミ足は、左右とも同じ大きさで、手の平部が広い。 外食は全体的に肺褐色だが、生体のハサミ足先端部は白い。また、甲の覆面、口の左右が水色や単緑色に色づいているものもいる。仙台湾以南の本州太平洋岸、四国、九州、南西諸島、朝鮮半島南部の各沿岸域に分布する。米付きガニと同様に、川口干潟の生息に適した区域に、 集団で巣穴を掘って生活するが、米付きガニよりも、淡水の影響が強い泥混じりの区域を好む。白泉塩マネキや、アシュハラガニ、巻貝のウミニガ類などと混じって生息することが多い。引き潮で、干潟が現れると一斉に、巣穴から出て、泥を挟み足ですくい、後期で出取りタスを腰取って食べる。接触後の作業は、米付きガニと同様に団子状の形で残す。 行動範囲は、巣穴の周辺30センチメートル程度で、低男子は巣穴を中心に放射状に並ぶ。大型の生物が近寄ると素早く、巣穴に逃げ込むが、1分ほど経過すると周囲を、伺かがいながら、巣穴から出てくる。オスは、接触行動の後に、両方のハサミ足を振るウェービングを行う。近く個体に、タイミングが影響されるらしく、密度が高い場合、 軍全体で波打つように一斉に白いハサミ足を振る行動が見られる。これはオスのみが行うためメスに対するディスプレイであり他のオス個体に対する威嚇であると考えられるが繁殖期の夏以外でもハサミ足を振ることが多くはっきりとした理由はわかっていない。繁殖期は6から9月で卵から孵化した妖精はプランクトンとして海中で 約2週間浮遊生活をする。成長してメガロパ妖精になると生息に適したサデーヒ型に定着する。夏の早いうちに定着したチガニはその年の初秋には繁殖に参加するが大部分は翌年の夏に繁殖に参加する。寿命は最長2年と考えられている。ありがとうございます。